さあ始まりました。本日は XRP リップルのチャート分析をさせていただきたいなと思います。現在時刻ですけれども4月6日午前、さあ始まりました。本日は XRP リップルのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけれども4月6日午後14時6分 YouTube 録画しております。今日もですね、ニューヨークダウン、ナスダック、それから日経平均ですね、このあたりの指標もしっかりチェックして、それから今、ビッグ指数が急上昇してますので、この辺詳しく解説させていただきます。その後、ビットコイン、イーサリアムなどをしっかりチェックして、XRP という形で進めてまいりますので、最後までご視聴いただければと思います。早速、まずアメリカの株式ですね、ニューヨークダウン、ナスダックともに大幅に下落になりました。ニューヨークダウン、こちらが280ドル安、それからナスダックも328ポイント安ということで大幅な下落になってしまって、ちょっと流れが変わってきたなっていうところがこの辺から推測されるかもしれませんので、ちょっと厳重警戒ですね。ダウ先物111ドル安ということで、またちょっと安くなってるかなという形になっております。それからオイルですね、こちらも高止まりしておりまして101ということですね。それから金の先物、こちらはちょっと小幅安という形になってきてますね。それからビックスですね。こちらがちょっと嫌気されてですね、株式仮想通貨が大暴落しているようなものが出てきてるんですけども、ビックス21ということで 13% も上がってしまったということですね。日経平均もちょっと右上の方に画面確認できているかと思うんですけども、今日454円安ということで、まあ機械とか、それから海運株なものなどもですね、ちょっと下げきつかったなという印象あります。ではビットコイン、イーサーはどんな感じなのかしっかりチェックしていきましょう。はい、こちらビットコイン、イーサなども今日は下落になってきておりまして、ビットコイン562万円ぐらいですね、だいたい 0.2% 安ということで、こちらイーサリアムの方がちょっと下げ幅拡大しておりまして 1% を超える下落ですね、41万7千になってしまったという形で、ちょっと下げ幅ちょっと広げてくる場面あるかもしれませんので警戒しておいた方がいいと思います。それからリップルに関しても100円ちょうどということで、こちらなかなか100円のね、こう壁が破れずにいたんですけど、100円上回った105円ぐらいまで行ったんですが、また100円に戻ってきてしまっているという感じで、なんかこう機械損失になっちゃうんじゃないかなっていう、ちょっとね、100円で動かないので、他のものが上がってたりする中ですね、全然動きがないので、まあ、ちょっと動き緩慢だなって正直思います。それではリップルですね、今回ちょっと MACD など、それから RSA なども用いてですね、皆様に解説させていただきますので、最後までご視聴いただければと思います。ではちょっと画面切り替えて、XRP。まとめていきます。お待たせしました。こちら XRP の今日のチャートなんですけども、100円ちょうどということで、まあ、下髭長い場面がありましたけどね、ちょっとここも詳しく解説させていただきたいと思います。まずリップルなんですけど、最近この100円、それから104円ぐらいでね、レンジをずっとこう組んでおりまして、なかなか動きがないんですけども、今日この下髭の金額なんですけど、一応98円下回ったあたりまでこう突き抜けておりまして、これがだいたい午前8時ぐらいの水準かなと思います。そこから切り返してきてまして、今100円なんとか回復したという形になっております。まあ、この98円ぐらいでは一旦ですね、こう買い物が入ってきたということでありまして、まあ、この辺はちょっとエントリーポイントになる可能性あるので、しっかり見ていきたいと思います。それからリップル今どんな状況なのかというところなんですけども、まあほとんど動きがないんですよね、見ていきますと。まあ、2月の頭ぐらい、2月5日ぐらいですけども、これも100円ぐらいだったんで、2ヶ月間何をしてたんだという感じでちょっと思ってるわけなんですけど、本当に動きがないですね。まあ、上がったり下がったり繰り返しているんですけども、80円ぐらいまで一旦下がっているので、まあ、そこから見ると20円ぐらい戻してきているのかなとは思うんですけども、まあちょっとリップルに関しては、私たちのこう、求めるものがかなり高いというのもあると思うんですけどね、ちょっとこう物足りない動きをしているなという、ちょっとイライラしてくるかもしれませんよね。はい、これが MACD です。こちらもちょっと下抜けてしまって、今なかなかエントリーポイントを今模索中っていう感じですね。あんまり動き良くないんですよね。それから RSI に関してもちょっとこうまた上の方に向かっていってますし、まあ、この指標からもあまり買いという指標としては成り立ってないような感じがいたしました。まあ、動きは弱いですね。はい、最後に XRP のリグイのタイミングなんですけど、なかなか難しくて、リグイができない状況かと思うんですけども、一応ですね、さっきのお伝えした通りで、80円ぐらいで買って100円ぐらいで売るっていうのが一番まあ、無難な感じでありまして、それから90円ぐらいで買って100円ぐらいで売るっていうのが、まあ、できる形の一番まあ、オーソドックスな利確の仕方なのかなと、直近ではそんな感じですね。ですので、急落してしまった場合、80円ぐらいになった時に買う。で、100円にまた戻った時、100円前後ですね、98円ぐらいで売るとか、まあそういう形のトレードになるのかなというのが、まあ直近の今のできるトレードなんじゃないかなと思います。なかなか400円とか200円、
戻ってくれるかなと思ってるんですけども、なかなか上値重いですし、まあ、SEC の問題が終わらない以上は、まあ、100円前後で動いていくのかなと、それもしょうがないのかなというふうには思ってます。まあ、最後に値段皆さんどうなっていくか気になっていると思うので、ここをお知らせして終わりたいと思うんですけど、一応98円では買いが先ほども言ったように入ってきてます。ですので一応98円ぐらいにもう一回試す動きを一回するんじゃないかなと思ってまして、まあ、ここを破られてしまうとですね、ちょっとかなり安くなってくる状況が見られるんじゃないかなと思ってます。まあ、96.6 円ぐらいに一旦行くんじゃないかなと思いまして、でそこをもし破られてしまうと今度82円とかまで下がる形、先ほど言ったような形になるので、まあ、買いたいなっていう方は82円ぐらいでちょっと準備するので、まあ問題ないんじゃないかなと思ってます。で96円ぐらいに今なっていきますと、ちょっと三尊みたいな形として、まあ、月足で見るとなってくるので、そこをちょっと警戒して売られてしまうかもしれませんので、82円ぐらいまで下がる可能性が十分あるんじゃないかなというところです。まあ、トレンド転換ね、株式だったり仮想通貨もしてる可能性もあるので、まあ、それを考えるとちょっと82円の方に近づいていくこともあり得るんじゃないかなと考えてます。まあ、逆にこの辺で強ければ切り返すということも当然あるわけなんですけども、これでいくと111円までね、戻すということもあり得ると思います。これが 20% ぐらいですね。残りは82円の方に向かっていく。まあ、96.6 円ぐらいで耐えられればラッキーですけど、まあ、そこが破られてしまうと82円のちょっとこの目標とされちゃうかもしれませんので、まあ、厳重警戒ですね。ですので82円から111円の幅で動いていくという感じで、まあ、下が明らかに優勢だろうなと。一旦下げ止まるとしたら96円ぐらいというところで見ておりますけど、そこ破られると82円というシナリオが出てくるという感じで今ちょっと捉えております。まあ、ビットコインイーサがね、ここまで耐えられればですね、111円という形でまた戻れるかもしれませんけども、ここは急にやっぱり急落してしまう恐れも全然ありますので、そうするとなんだかんだ言って82円の方に近づいていくと。いう感じです。まあ、90円だったり85円で一回止まるかもしれませんけども、まあ、82円を目指すような展開が生まれてきてしまうというのがリップルの今現状じゃないかなと思います。それから他の仮想通貨もですね、今現象としてはステップンの方に流れてます。GST、GMT、ソラナに流れておりますので、リップルも同じです。おそらくは今そういう状況が生まれてしまったのはしょうがないです。多分少しずつですね、ソラナの方に換金が出て、まあ、シューズを買おうという流れが多分生まれてくるのは、これはもう止められないと思うんで、まあ、なるべく今のうちにね、ちょっとこうトレードどうするかしっかり決めて、まあ、シューズを買うのか、それともリップルをしっかり持っておくのか、まあ、二つに一つだと思いますので、その辺はまあ、皆様の投資の判断にお任せしたいと思います。まあ、私は XRP に関しては、まあ、あんまりこう、買い増しはほとんど考えてないですね。まあ、今は持ってないです、XRP に関しては。全部まあ、利確しておりまして、まあ、SEC の問題がね、今終わらない以上は、私は XRP はちょっと手が出しづらかったです。前も言ってると思うんで、一応ステラの方は持ってます。ステラ、リップルの方をステラに切り替えたというイメージで、まあ、その国際送金の関する仮想通貨というのは一応ステラルーメンの方に押さえてありますので、まあ、リップルはどうなるかちょっとここから暖かく見守っていってるような状況なんですけども、悪い仮想通貨ではないですし、まあ、200円400円と上がっていけるポテンシャルは十分あるんですけども、何かこの SEC の問題で他の仮想通貨の方に人気が出たものにありまして、そちらの方に資金が流れていってしまっているという感じで、ちょっともったいないですよね。 XRP 悪くないんですけども、まあ、状況がトレンドとして今旬じゃないなというのが正直なところです。なかなか注目されている方もおられるんですけども、現状今そういう状況じゃないというのは、まあ、受け入れて、これからしっかりトレードですね。まあ、82円になった時にまた買い戻すかもしれませんし、わからないですけども、状況に応じてですね、そこは動こうと思ってます。ですので一応82円、111円という流れで組んでおいて、82円の方に行く確率が 80% ぐらいと見ています。で切り返せば111円の方に戻せるかもしれませんので、まあ、それはビットコインとかがね、また600円前の方に向かうとグイッとチャートが変わればですね、状況的にはないことは全然ないです。ただ弱いなというの形ですね。先ほど言ったステップンだったり SEC の問題があるので、まあ、今のところちょっと82円の方にじわりじわり行く可能性の方が高いのかなと見ているという感じです。まあ、そこまで下げるかどうかちょっとわからないですけど、方向性はそっちかなという感じを強めております。はい、ということで SEC の問題ね、なかなか終わらないんですけども、本当にそれが終わらないことにはね、XRP がなかなか動かないというのはしょうがないんですけども、早く終わってほしいですよね。本当になかなか長すぎるというのは皆さんも多分思っていると思いますけども。はい、すみません、なかなかね、今日は XRP 難しかったと思いますけども、皆さんいかがだったでしょうか。皆さんもリップルに対してこういう思いがあるとか、いろいろ多分あると思います。そちらの方はコメント欄の方によかったら書いておいてください。それから XRP 以外で面白い仮想通貨があるなとか、最近こう仮想通貨でこういうのがあるぞという方はぜひ
コメント欄の方にそちらも書いていただいて、皆様にシェアしていただけると非常にありがたいです。私ももしよろしければチャート分析などもさせていただくケースもありますので、ぜひコメント欄の方にお気軽に皆様のこのコメントですね、お気軽に書いてください。 XRP にことに関してでももちろんいいですし、それから他の仮想通貨でももちろん全然構いません。それから最近利益が出たとか、皆様のトレードの成果などもあれば、もしよかったらコメント欄の方に自由に使っていただいて大丈夫です。書いてください。はい、今回 XRP いかがだったでしょうか。ちょっと今日難しかったように思いましたけども、また XRP 取り上げていきますので、チャンネル登録まだしてない方、ぜひこの機会にしていただいて、負けない投資、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。投資はまだまだね、これからですから、皆さん諦めないで頑張ってください。ということで今回は XRP チャート分析、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。